ロレックスが買えなくなる。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ無教科、ロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます。キムコンテケドネというところでございます。はい、皆さん、緊急で動画撮ってます。これ本当に緊急で。皆さん見てますか？円安がやばすぎますね。円の価値下がりすぎです。マジでやばい。これについてね、ロレックスへの影響をね、本日ね、ちょっとね、考察して、喋っていきたいなと思います。それでは、ムキムキオッケー。はい。今ね、何が起きているかというところで、投資初心者の方とかにね、向けて、話していきたいなと思うんですけれども、現在ね、ドル円がね、129円まで円安、進行しております。グラフこのようになってます。はい、ドンと。やばいですよね。完全に反り上がってますよね。やばいぐらいね、円安が進んでいると。いうところでございます。まあ、原因なんですけれども、アメリカがね、利上げ、やりました。まあ、物価がね、上昇しすぎなんで、ちょっと下げようかなと。うん、物価、お金の流れをちょっと悪くして、物価下げようかなというところで、アメリカが、利上げ、お金を貸したりするときのね、金利を上げたんですよね。そして、インフレ、その物価の上昇を、止めようかなという感じで、やってるんですけども、これをね、段階的にやっていきますというのが、アメリカが今後やっていくということを発表したんですけれども、はい、そしたらね、日本どうするのかと。あ、じゃあ、日本もさ、ね、金利上げてね、ついていけばいいんじゃないっていうことを、になるんですけれども、日銀総裁黒田さんね、上げません、うん、金利上げませんになりました、うん、っていうかね、これ上げれないみたいですね。もうね、この日本のね、この失われた30年間ね、ずっとやってきてね、もうこれね、上げれないとこまで来ているっていうところになって、今日本ができることはね、ただ円安にならないことを願うばかりというところになってるみたいなんですよ。まあ、詳しいところは、まあ、そういう専門家のね、動画見ていただければいいと思うんですけれども。で、やっぱ投資家っていうのはね、金利が高い方に流れるというところで、ドルをね、買いに動きますよね。そして円がどんどん売られる。ね、そうすると円の価値が爆下がりしているわというのが現状であります。で、今戦争してますよね。他の国がね、戦争してるんですけれども、あそこのね、通貨ルーブルっていうのがあると思うんですけれども、あれ世界中から経済制裁受けてめちゃくちゃその価値がないとか紙切れになるみたいな話がね、ちょろっと前出てましたけど、全然戻してきてるんですよ。まあね、かの大統領もね、そんなにね、そうなることはもう予想できてたっていう感じなんですかね。しっかりと戻してきて、で、全然円の方が弱いと、うん、超弱い状態に今なってるっていうのが現状でございます。で、怖いのが、この円安って一時的じゃなくて、これね、続くと言われております。まあ、先ほども言いましたが、段階的に上げていきますし、日銀もね、上げる気もないので、これの状況というのは続くと言われてます。本当にこの前123円でね、びっくりしてたのが、私ちょっともうすごいなっていうぐらい今上がってる感じなんですよね。となると、まあ輸入品の値段が上がることになりますよね。はい、そしたら、はい、時計好きの皆さん、はい、ここで来ました。時計好きの皆さん、輸入品ロレックス、はい、ブラック上がりするんじゃないですか。これずっと続くのであればね、日本独自の値上げとか、こんな全然ありえると思いますよね。去年もありましたよね、日本独自の値上げ。世界はそのインフレとともに給料も上がってますから、なんとなくこう大丈夫なんですけれども、まあ日本ね、給料上がらずこういうふうに海外製のものがガンガン上がっていくっていうのは、これマジでちょっときつい状態になってるっていう状態になりますね。いや、ほんとね、その辺で売ってあるロレックスがね、今の値段と比べてめちゃくちゃ高くなって、こんなん誰が買うんねんってね、あとね、3ヶ月後4ヶ月後かに皆さん言ってる可能性がありますよ、これ。うん、本当にちょっとね、言い過ぎかもしれんけどね、これ本当にね、ちょっとね、現実味帯びてきたなっていうのをちょっと思ってますね。で、まあロレックスってすげえなっていう話になるんですけれども、まあ私今ね、資産をね、いろんなところに分散して投資して持ってるんですけれども、その米国の利益、米株の
利益半端ないことになってますね。まあ、半端ないって言ってもその皆様が、皆様みたいに何兆円持ってる人と比べたあれじゃないんですけれども、やっぱその私レベルのね人間だったらね、やっぱ何十万かプラスになってるんで、わすごいなっていうのはちょっと思ってるんですけれども、まあこれ見て思ったのがやっぱね、円だけ持つことのやばさですよね。一昔前まではね、円がもう安定資産とかって言われてたのに、まあそんなんもガラッて変わるじゃないですか。まあどういう風になってるか分かんないんですけれども、もう今も円の信頼はね結構下がってるっていう感じにもなってますので、でまあ見ていただいてね、若い世代とかまだ投資とかをねされてない方だったら、あんまりこの日本にいてね、この円安が円安がって言ってますけれども、まあ、全然ね気づかないと思うんですよ。あの円しか持ってないから、まあそのね、そんなすぐに物価が上がったりとかするわけじゃないので分かんないと思うんですけれども、今本当にただ、あなたたちが持っているその円というものの価値がひたすら下がっているっていうね、ちょっとね結構やばい状態なんですよね。で本当に今ね、私ちょっと良かったなと思うのが、その米株とか、まあ言うたらねロレックスとか時計を保有するという形で資産をね分散している状態がね、このねめちゃくちゃこうリスクヘッジになってるなっていうのをちょっと感じますね。まあ、あのロレックスはね投資じゃないとか、まあそういうふうに、まあ資産じゃないとかっていろいろ言われるんですけども、はっきり言ってね、もうフリーランスにとってね、もうこれマジね命綱なんですよ。本当にロレックス今もうこれ今私金目持ってるっていう状態なんですけども、命なんですねこれ、完全にマジで助かるなと思ってます。もうちょっと綺麗事だけじゃね、あの片付けられない状態に私自分を追い込んでますんで、いや本当マジで助かるなっていうとこちょっとね思ってます。いやまあ賛否はあると思うんですけども、ちょっと私今ねそういう風にちょっと思ってるところですね。まあ何が言いたいかっていうと、まあ時計最高やん、時計めちゃくちゃ、最高やんっていうとこなんですよね。もう時計最高やん、ね、Z 世代聞いてますか。一人でも Z 世代が聞いてて、これねもう一人に刺さればいい、時計って最高やん、それが言いたいんですよ私は。もう本当にそれだけですね。時計最高なんで、見て楽しいし、もうかっこいいし、時計最高やんって、これがねめちゃくちゃ言いたいことなんですけれども、もう欲しくてね迷ってる方がいたら、もうこれ買った方がいい、もう今買った方がいいですよ本当に。もう今後ね世界がどうなるか分かりませんよ。日本円だけ持っとくっていうのがこんなにね、危ないことっていうのを、もうちょっと、ね、投資してない皆さんはね、あの感じた方がいいかなっていうところ、すみませんちょっと偉そうになったんですけども、はい、そういうふうにねちょっと思ったんですよね。まあいろんなね、時計好きやでっていう人たちもめちゃめちゃいるんですけれども、まあまあそういう人たちもね結局ね、資産がちょっとね分散とかしたくなったら時計ね売ってますよこれ。私も分かりますもんこれ、そんなねもう絶対売らないとかっていう人の方がねちょっとね少ないんじゃないかなっていうところあるんで、皆さんね時計買って愛してから売ってね、売るなら、愛してから売ってください。そしたらね、その愛してる間にね、時計をね、オーバーホールとかに出すと、それはね、ロレックスの発展にもつながりますし、それは全然いいことなんですよ。そのめちゃくちゃそのダメって言われてるのが、買ったその足で、正規店で買ったその足で、速攻で、質屋さんに入れること。これは、バカ野郎というところになりますね。で、平行店で買ってちょっと使って、売るのはどうなのかっていうのもありますけど、そこはね別にいいと思いますよ。そこにずっとね平行店にずっとその時計が並んでたら、結局ロレックスっていう本社に対してね、そこにお金が入ることはないわけじゃないですか。なのでね、皆さんね、買って愛してもし売るとき売れば、それは賢いね、動きになるんじゃないかなとちょっと思います。はい、ということでね、本日はね円安今めちゃくちゃやばすぎ、そしてこれが今後も続く可能性が非常に高いという話をしました。でロレックスがもう買えなくなる前に動こうという話でございましたので、皆さんね、もしよかったらね本当にロレックスぶち買ってもらって、平行店でもいいですのでぶち買ってもらって、私の方にね DM していただければ嬉しいです。しかもね今ちょっと安いですしね、今なんかちょっと謎に下がってるし、謎でもないんですけど、結構下がったりもしてるので、いいと思います。だからもう本当に今ね時計欲しいという方は買った方がいいのじゃないかなというところで、本日終わりになります。じゃあね皆さん、よろしくお願いしますね。はい、そんな感じです。以上です。めきめき OK でまた。
はい、メンバーシップの皆様、動画上げたいと思います。すいません、ちょっとね今日画角とこの海の感じを見せるのか私の顔に、どうにも動画になるので